ホワイトハウスの所有する第30代アメリカ合衆国大統領カルビン・クーリッチの妻、グレースの肖像画には愛犬のホワイトコリー、ロブロイが一緒に描かれているホワイトコリーはラフコリーの白色個体から作出された犬種である。19世紀のビクトリア朝時代のイギリスで流行した後、アメリカ合衆国でも人気を博した。牧羊犬としてのラフコリーにおいては 羊と区別がつきにくいため、白い毛色は好まれなかった。しかし、ペットやショードッグとしては人気があり、特にウォリックシャー州のブリーダーがビクトリア女王と交代子に白色のコリーを送ったことから大人気となった。デズモンド・モリスによれば、これらのホワイトコリーの作出過程では、より白い毛色とするためにサモエドとの交配が行われていたと推測される。 ホワイトコリーは王族はじめイギリスの貴族、ついでアメリカ合衆国の富裕層の間で流行し、一緒に写真を撮ることが流行した。イギリスでの流行はすぐに去ったが、アメリカ合衆国では、犬種クラブが作られ、ラフコリーとは別の犬種として扱われるようになった。現在、ホワイトコリーとされる犬は全身純白のものは非常に珍しく、 通常は頭部や尻尾の上に濃いマーキングを持つ。その他の点はほとんどラフコリーと同じで、先細りのマズルで半垂れ耳、ふさふさしたサーベル型の垂れを持つ。ありがとうございます。